はい、こんにちは、スタートです。まあ、前回に引き続きですね、ポーシンフォニーの With All One's Heart の、続きの動画ですね。今回は、女性視点で、プレイをしたいと思います。まあ、プレイといってもね、まあ、前作同様、まあ、序盤の触りをね紹介する感じで進めたいと思うんですけども、女性を選んで進めましょう。なんかね、あの選択肢でね、ちょっと女性のシルエットを見るとね、なんかグッとくるものがありますよね。例によって、この名前入力は、飛ばしていきましょうね。まあ、藤井勇気っていう名前になってますけど、この藤井勇気っていう名前を聞くとですね、まあ、あの男性キャラクターは藤井一正っていう名前でしたよね。何か関係があるのかなって感じるかもしれませんけど、これはあの実際にそのゲーム中にお互いが登場するってわけじゃないんですよね。まあ、男性キャラクターを主人公に選んだ場合は、女性の、主人公のキャラクターは現れない。で、女性の主人公の方を選んでプレイすると男性側の主人公の、キャラクターは登場しないっていう、形になってます。まあ、つまりですね、これおそらくですね、名字は同じなんですけど、多分ですね、歴史が違うんですよね。男性で、この年齢まで生まれ、育ったか、女性で、育ったかっていう、そういう違い、その違いだけだと思うんですよね。それ以外の周りの環境は同じなんですよね。ちょっと不思議な感じですけど、ですからあの高坂和樹と、有馬圭介ですか、あれと、小学校時代から、今まで一緒だったところも同じですし、あの、まあ、高校生になってからね、加納照屋ともあの親睦を深めてるっていう点だけは同じなんです。はい。まあ、あの男性キャラクターよりはこの、ね、女性の主人公の勇気の方が、かなりしっかりしてるって感じです。勉強もまあまあできるっていう感じでね、ちょっと優等生っぽいな。で、おそらくですけど、かなり美人だと思います。やっと起きたか。ケイスケを迎えに来ましたね。わざわざ起こしに来てやったんだから感謝しろよ。ケイスケはその主人公に、まあ、藤井勇気に気があるってことなんですよね。まあまあ、無理すんなって。まあ、ちょっとね、いきなり一人暮らしになったっていうところがスタートなんで、まあ、気を使ってるってところもあるんでしょうけど、で、はい、和樹もね一緒に来てます。まあ、和樹は当然ね、まあ、主人公とは、かなり、腐り縁というかね、まあ、親しいっていう感じで親友っていう形で、ここでは描かれてるんで、ただ相変わらずその圭介に対するね扱いはかなりひどい扱いになってます。はい。まあ、この二人のやり取りを見てもね、まあ藤井勇気もね、ちょっと、ケイスケにはちょっと、乱暴な口を聞いたりしますけども、言葉遣いもどちらかというと丁寧な感じですね。こいつがさ、うるさくてかなわないんだよな。一人だから心配。ケイスケ。あのね、これはの、なんか二人がちょっと失敗したなっていう感じになってますけど、これは何なぜかというとね。まあ、女性キャラクターの方は、両親が離婚して、まあ、その結果ね、まあ、主人公である勇気はどちらの親とも、いたくないっていう形で一人で生活することを決めたっていう、そんな感じの境遇なんですよね。和也さんの場合は、両親が海外赴任することになって、でも自分は一人で生活したい、日本に残りたいっていうことで自分で選んで日本に生活してるんですけどね。かなり、シチュエーションが違うんですよね。同じ一人暮らしになるにしても、また同じクラスになれるといいわね。ゲー、俺はごめんだね。まあね、あのゲーなんて言ってますけどおそらくね、ケイスケは、まあ、主人公には気があるんで、まあ心にもないことを言ってるわけですね。スメラギ先生以外だったら誰でもいいぞ。なんでケイスケ、スメラギ先生のこと嫌いだったっけ。うるせえし厳しいし、いいとこないだろ。まあ、ここでちょっと思うんですけど、スメラギ先生っていうのはね、ちょっとニックネームはないんでしょうかね。なんか嫌われてるんだったら、なんかね、特殊なニックネームがつきそうなもんですけど普通はその ただね、スメラギ先生っていう呼び方は、まあ、友人間の間ではそう呼ばないと思うんですけどね。何か例えば、スメラバーとかねそういう、おかしなニックネームをつけて呼び合ったりするんじゃないでしょうかね、普通は。
とにかくスメラギ先生だけは勘弁。スメラギ先生が担任になったら俺の貴重な最後の高校時代真っ暗だぜ。そういうこと言ってると絶対スメラギ先生になるんだから。嫌なこと言うなよな。そんなお約束があってたまるかっての。はいはい。はい、登場しましたテリア君。ケイスケ、おはよう。おう、テリア、また同じクラスみたいだな。つまり、あの歴史的にはまあ、主人公が入れ替わってるってだけで、歴史、それ以外の歴史はあまり変わってないっていう形なんでしょうかね、これ。で、この二人、仲がいいです。はい。だけど、仲がいいんだけど、おそらく後になって、主人公をめぐってね、まあ、ライバルになったりするんですよね。また試験前に世話になるぜ。つまりその両方からね、ちょっと告白っていうかね、そういうのを受けちゃう境遇なんですよね。なんだよ、で急に勇気はなそれに悩むような、そんなシーンがいくつか出てくると思いますけど、でもケイスケなんかにカノ君はもったいない。誰からもアタックされますよね。カズキ、カズキの弟からも、カズキにはあのやんちゃな弟がいるってことなんですけど、その弟からもね、熱烈な、ね、アタックを、ね、受けるんですよね。で、まあ、よっぽどね、その、まあ、勇気、これ、方針法にではね、ちょっとキャラクターの肖像がね、あの、まあ、キャラクター選ぶときも背中向きだったんですけども、実は、ね、あの目も描かれてないんですよね。まあ、ちょっと、感情移入しやすいようにってことで、そうなってるんですけど、おそらくは女性の、主人公の方はかなりの美人なんですよね。ただ問題があるとすればね、まあ、この両親が、離婚して、別れてしまったってことでね、そういった不幸な、ことをね、まあ、主人公はそれに負けないように生きていこうっていう気持ちでいるんでしょうけど、なんかそれでよく暗くなったりするんですよね。そういう子がちょっと、まあ、ちょっと暗くなりすぎるんじゃないかっていう気もしますけどね。両親が住んでいた家にね、一人で住むって決めてね、まあ、親からは、まあ、父親からは、まあ、生活費なり送ってもらってるらしいんですけど、うん、ただの勇気はそのお金には手をつけずに一人で生きていこうという考えが、まあ、それは立派なんですけども、その家にしたのね、うん、まあ、固定資産税とか払わなきゃいけないでしょうし、結局おんぶに抱っこされてるって感じですよね。当然その学費なんかも仕送りされてもらってるわけですから、ですからちょっと、まあ、かなり、自分のわがままで、まあ、両親が離婚したことは不幸なんですけど、それに輪をかけて主人公が一人で生きていくっていうわがままを貫く、それもちょっとおかしな話で、まあ、どちらかのについてやっぱり生活した方がいいんじゃないでしょうかね、うん、本当は。そうだっけ。でもさ、あんただって客観的に見てカノー君のことをかっこいいと思うでしょ。まあ、これ誘導でしょうかねこれ。、うん、もしここで、もしかしてカズキっていう選ぶと相手の方にね、どうなどうなのっていう感じで言うんだと思いますけど、逆にうんそう思うを選んじゃうと、まあ、カズキからからかわれるっていうか、まあ、協力してあげようかっていう感じになるんじゃないかなこれ。へえ、やけに素直に認めたじゃない。やっぱりこういう流れか。まあ、本人は、特に意識してないんですけどね。カノー君のことが気にならない子なんていないと思うけど、おそらくね、ゆうきもね、本当にね、恋愛対象っていうふうにはまだ見てないんじゃないかな、うん、ただ周りがそういうふうに見てくれるんで、それで、ちょっとね、悩んじゃうっていうところがあるんですよね。どうしても勇気はどうなのよっていう感じに持ってきたみたいですね。
うして忙しいのよ。いちいちね、ごめんなんて言うことでもないんだけど、周りもちょっと気を使いすぎ、そんな風には思っちゃいますけどね。私に手伝えることやできることがあったら何でも相談してね。まあ考えてみたら、カノ君にはタチの悪い親衛隊の連中がくっついてるしさ。この親衛隊が問題でね、施設ファンクラブだかなんだか知らないけど、ちょっと柄が悪いっていうかね、ちょっと自己中な連中がね集まってね、カノー君を、まあ、応援してるっていう、応援してるっていうか、なんかね、周りにいつもその頼ってくれるね、ホームルームの時間はとっくに過ぎてるよ。それでなんか周りに迷惑をかけてしまう。だから本当はカノー君もね、もっとはっきりした方がいいんですよね。君たち迷惑だよって感じでね。でも加納くんは優しいからそれができないんだよね、なかなか。いよいよあなたたちの高校生活も残すところあと1年。最高学年だという自覚をしっかり持って、各自悔いのない高校生活を送れるよう努力してください。まあね、ケイスケ、ケイスケが予想に反してスミラギ先生がね、担任になっちゃったもんね。内心ちょっとがっかりなんだけどね。先生、質問。副担任の先生は誰ですか？質問がある場合はきちんと手を挙げて指名されてから発言するように。副担任の先生はそろそろ来るはずです。あ、先生、それって遅刻ってことですか？有馬くん、今の話を聞いていなかったんですか？聞いてました。あと挙手をしてって言われてね。そういう言葉遣いはやめなさい。私が言いたいのは、質問がある場合は挙手して指名されてから。すみません、まあ、ただね、遅くなりました。このスビラギ先生ですけど、厳しくて、みんなからね、まあ嫌われてるよみたいな、そんなようなこともあるんでしょうけど、ただあの言葉遣い自体がね、非常に柔らかなんでね、なんかちょっと威圧的っていうほどでもないんでね、丁寧な言葉を選んで喋ってるっていう感じなんで、それほど厳しいっていうイメージがあまり伝わってこないんですよね。もうちょっと凄みを聞かせると良かったんでしょうけど。僕の出番はさほどないとは思われますが、鳴沢先生、そういう余計なことは言わないで結構です。学校にはね、先生にもこういうタイプの先生いますよね。鳴沢先生もそうなんですけど、ちょっとこの鳴沢先生、あの目がいつも笑ってますんで、あのドカベンの微笑みくんを思い出しちゃうんですけど、僕は。どうもお気を使っていただきまして。そういうのはいいですから、とにかく手短に挨拶を済ませてください。あの一応ね、あの断っておきますけど、この鳴沢先生は藤井祐樹さんのターゲットの一人です。で、あの墨良木先生ですけど、それはあの男の主人公 の, あの藤井和正君のターゲットの一人です。まあ、先生も、一応ターゲット対象なんでね、このゲームは、はい。というわけで、今日はここまでかな。ちょっと短いですけど、まあ大体こういった感じで、進んでいくわけです。はい、ゲームとしては、簡単なんで、皆さんもぜひプレイしてみてください。それでは皆さん、ごきげんよう、さよなら。